涙が出るほど嬉しいか。動いているものを見るのは面白い。止まっているとつまらないでしょう。回ってない風車なんて、まあたまに情緒があっていい時もあるけど。またあなたと戦えるなんてね。この結界は内側からじゃないと崩せんな。うん、そう簡単には出られそうもないの。心にもない。あなたにとって足手まといに入ってこられる方がやりにくいでしょ。ドトンドリュータイガー、ドトンドリュータン、ドリュータン。口寄せ江戸天聖。三人目はダメだったよね。どうやら三人目は食い止めたが、よりによってあの二人を呼ぶと。久しぶりよの猿。ほう、お前か。年を取ったな、猿飛び。江戸天聖か。近日でわしらを呼んだのはこの若造か。大したやつよ。では始めますか。猿と、あの時に殺しておかぬからだ。これからやるのだ。もう遅えよ。変化。よし。いくら金剛の体でも。草薙の剣は痛ぇぜ。
大丈夫ですか先生。しっかりしてください。木の葉に存在する術のすべてを知り扱うプロフェッサーと呼ばれたあなたでしょう。サルトビどうした。いつものお前らしくねえぜ。何をためらってる。オロチマル、これで終わりだ。先生、だいぶ息が上がっているようですが、追いましたね。あなたのそんなに苦しそうな姿は見たことがない。一体どうなってる。突然すぎて理解できませんか。私です、オロチマルですよ。やつ、やりおったか。わしが貴様を四代目に選べなかったのも、その歪んだ思想ゆえ。オロチマル、貴様これはどういうことだ。ああ、バレちゃったんじゃ猫かぶっててもしょうがないわね。術の開発です。青と黄色を初めて混ぜたものは、そうしてできた新しい色に緑と名付けた。私もそれと同じことをしたいだけですね。私にとって肉体の寿命は短すぎる。たとえホカゲと呼ばれようとも、死ねば全てそこで終わりですから。この不死の術は、自らの精神をこの地に永劫をとどめる方、その肉体に自らの精神を入れ込み乗っ取る転生術。この葉は本当に私を楽しませてくれる。なるほど、うちはサスケか。サスケ君はもう少し私好みに育ててから乗っ取るつもりですが。やはりこの顔がいいですかね。化け物に。殺すんですか、この私を。忍法不死を殺せ、サルトビ。今しかないぞ。焦げ部位戦の術。なぜ影分身へ。どう、現実北腕行の術。これからお前も知らぬとっておきの術を披露してやる。黒い封印術、式封刃。私の知らない術、見せてもらいましょう。ようじゃな。世話をかけてます。お許しくだされ、初代様、二代目様。
自分の部下を、自分の部下の命までももてあそびおって。部下の命、いつまでもくだらぬことを。もらった、精鋭じゃ。くそ、この終わりじゃ。なぜ避けないのです。避ける必要もない。どうせ死ぬ。封印が終了したと同時にわしの魂も加わる。かつてこの里を救った英雄の術だ。そろそろ見えるじゃろ。お前の魂ももう半分ほど抜け出ているからの。なんだこれが。死神。長い、忍びと忍びがこんな長い時間戦い続けるなどはありえない。一体中で何が起きている。これ以上お前の野望に里は関わらせん。私の野望は止まらず、あんたがここで死ぬんだよ。あなたがと木の葉の忍びは女子供一人残らず全滅ですよ。木の葉崩し、ここになる。お前の術を全てもらっていくぞ。なんだと。お前にもはや忍術はない。この老いぼれが。私の腕を返せ。もうかなるかな、オロチマル。サルトビ、せめてこの剣だけでも。忍びの道を極めた、まさにお前らしい最後だった。行くぞ。行かすか。忍法かわしない。